大スサスルタン国またはアファール主張国は1734年から1936年にかけてエチオピア東部のアファール州に存在した王国アファール人が支配していた1936年にイタリア領東アフリカに併合され1945年にエチオピアの一部になった1970年代までは名目上のスルタンが エチオピア政府により指名され、大きな自治権を持っていた。1880年頃の地図、アファール市長国は中央やや下の薄木緑の領域。1734年、アファール人の無イ都市族長のケダフは無イと朝を開いた。スルタンの初期の象徴は、銀の減水杖で魔力があると考えられていた。勢力圏は、現在のエリトリアのデンケル定地まで及んだ。 1749年、息子のムハンマド・ケダフがスルタンを継いだ。1779年、ムハンマド・ケダフは、息子のイジュダヒスに王位を譲った。1801年、イジュダヒスは王位を譲った。1865年、統一したばかりのイタリア王国にアッサブを売却した。1875年、ムハンマド・イブンハン・ファドエは、エジプトのエチオピア征服軍を率いる。 ワーナー・ムンジンガーを破って殺害した。1890年、イタリア領エリトリアが成立した。1894年から1896年、ベネリク2世率いるエチオピアとイタリアの間で、第一次エチオピア戦争が起きた。エチオピアは、王ーッサスルタン国がイタリアに協力しないように、首都、アサイタに軍を駐留させた。 1935年から1939年の第二次エチオピア戦争で、オースサスルタン国は侵略者のイタリアに協力した。1943年、誕生したばかりのエチオピア新政府は、オースサスルタン国に軍を送って、スルタンを捕らえ、彼の親戚のアリミラー・ハンフェレオ・スルタンに任じた。中央集権化を進めるハイレセラシエ一斉政権と、 自治権を守りたいアリミラーは衝突し続けた。アリミラーはアファール人が自治州の下で団結すべきと考えた。1961年、エチオピアエリトリア連邦の解体が近づくと、エリトリアの55人のアファール人首長は、エチオピアのアファール自治州を承認した。1963年、エリトリア国が解体され、エリトリア州になったことを受けて、アファール人首長は、 アッサブに集まり、自治州の創設を目指すことに合意した。1964年、彼らは首都アディスアベバでハイレセラシエ一斉に自治州創設を要求したが、退けられた。1974年、エチオピア帝国は滅亡し、社会主義国となった。1975年、アリミラーはサウジアラビアに亡命した。1991年、 免シ室政権の崩壊を受けて、アリミラーが帰国した。2011年、アリミラーが亡くなり、息子がスルタンを継いだ。ありがとうございます。